こんにちは、ハイジーです。というわけで本日はアルプスのハイジーさんからの情報をコメント欄にいただきまして、小田原の方にあります砂時計さんというお店のランチが絶対に僕が大好きとのことで、本当に大好きなのかどうか確認しに行きましょうのコーナーなんですけれども、はっきり言ってもうこの外観の雰囲気だけで大好きです。いや、なんという味わい深さ。この植物に囲まれる砂時計さんの看板、ちょっと見えづらくなってるのも味だよね。もう全部の文字が見えづらいの。このように砂時計さんという素敵な店名があんま見えない感じになっておりまして、でもあちこちにいろんなパターンで看板はありますね。あ、ここはくっきり見えます。コーヒーハウス砂時計さん。そしてメニューもこのようにカレー、ピラフ、サンドイッチ、スパゲッティ、焼きそば、焼きうどん、生ビールとなってまして、シンプルですね。でこっちもカレー、ピラフ、スパゲッティ、サンドイッチ、コーヒー、ビール、焼きうどん、焼きそば、パーティーの予約 OK と書かれてまして、細かいメニューはこっちにありますね。お飲み物メニューがずら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 と、お、めちゃくちゃある。そうか、カフェですもんね。カフェっていう感じで利用できるお店。そしてお食事メニューもそうは言ってもいっぱいありまして、お得なセットメニューがあるんだ。ナポリタンセット、ベーコンピラフセット、ビーフカレーセット、焼きうどんセット、焼きそばセット、バターライスカレーセット、ドライカレーのカレーセットとかセットで、激辛カレー、ビーフカレー、バターライスカレー、ドライカレーのカレー、ドライカレーのカレーという激辛カレーなんですけれども、麺類、ナポリタンもあって、ミートソース、あ、この辺も種類も多いんだ。麺類も多いし、ピラフもこんなにある。カニピラフとかあんの、めっちゃ気になるね。サンドイッチもこのような種類があって、トーストでサラダと続きますが、今回リクエストしてもらったのはカレーナポリタンの半々ランチだったんですけども、外のメニューにはないんで、中に入ってのお楽しみですね。さあ、それでは入店していきましょう。ごめんください、失礼します。失礼します、ごめんください。あ、お願いします。失礼します。うわうわうわ、ものすごいアンティークな小物に囲まれた雰囲気、めちゃめちゃいいね。雑誌はこういったメジャー誌がラインナップされておりまして、カウンターからテーブルからちょっとログハウス調の雰囲気もあるのかな。木を基調としてますね。で、あちらこちらに気になる小物の数々。うわ、このスピーカーとかも味めちゃくちゃあるぞ。というわけで着席しましたけども、もう自分が座っているここにも、もう味わい深いアイテムがいっぱい。まずこれさ、電話ってことなの、これ。受話器は絶対あるよね。受話器以外の何物でもないよね、これはね、少なくとも。ただここになんかぐるぐる回す鉛筆削りの後ろみたいなのがくっついてるのよ。ってことはこっちから鉛筆させるのって思ったら、させるわけじゃなく、当然電話なんだよね。ただどう使うのか全く分かんない電話機とかがあったりとか、サイフォンで、やはり砂時計がずら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 と並んでおります。そして卓上のメニューを見ていきますと、ありましたね、お食事メニュー。これ外にあったやつだと思うんですけども、やはりここにも激辛カレーがあったりする中で、ランチメニューっていうのがあるんですよ。でこれが生姜焼き、レタスチャーハン、カレー&ナポリタン、半々ランチ、あったね、これですね。でナスとトマトのパスタ、キノコの和風クリームパスタ、大根おろしチャーハン、そしてスープドリンク付きと
なってます。カレーとナポリタンの半々ランチ、はいはい、はい、お時間大丈夫です、大丈夫です、すいません、はい、はい、とんでもないです。ホットコーヒーでお願いします。ちなみにセットのドリンクもつくとのことで、こんなのから選べるみたいなんですけども、私ホットコーヒーにしまして、おー、いただきます。ありがとうございます。なんだこれ、なんだこの笑っちゃうね、笑い顔みたいな形で確かにナポリタンとカレー同時登場しまして、土手が作ってあるんでね、土手であのカレーがナポリタンの方に行かないように工夫されております。でこういったアイテムも備え付けられておりまして、これは楽しいメニューだ。この感じの空間でまさかのワンパクメニュー、いただきます。まずはスープからね。でスープが特にデカ盛りというわけじゃないと思うんですけども、シンプルなわかめスープの感じですね。あー美味しい、あー癒される、あーいいぜいいぜ、気持ちもどんどん高まってくるぜ。でこれよ、やんちゃなやつをどうしていくかってことなんですけども、まずね外にありましたよね、カレー激辛の文字、まあそれがあるからいきなりカレー行かないようにして、ナポリタンから行きましょう。にしてもナポリタンから立ち上る湯気が、このなんかスピーカー的なレトロなやつをもやもやさす景色、素敵だよね。いいお店も大好き、うまい。これは甘いナポリタン、懐かしい味わい、ベティちゃん思い出すくらい懐かしいやつ、ちょっと大人のお姉さんのキャラクターターゲットどこなんだって思った、あのベティちゃん思い出す懐かしさ。ソースたっぷりめで、ベーコンとかピーマンとか玉ねぎもしっかり入ってて、これね、スープドリンク付きで950円のランチ、めっちゃいいよね。ここで過ごせて、この空間もいいし、いや砂時計さん一回来たらみんな絶対にファンになっちゃうお店。うん、カレー激辛疑惑があるカレー、ちょっと一舐め、辛い、めちゃめちゃ酸っぱいし、辛さだけはね外暴れん坊、優しい甘さのカレーではなかった。ただうまっ、こだわりのカレーというか、ずっとそうは言っても暴れん坊なので、僕の喉の中に窓ガラスがあったとしたら壊して回られるくらいの、暴走行為働いてますけども、看板でも激辛って言ってましたからね、その通りもう間違いなく それでした。辛いんだ、そしてやべ、ダム決壊させちゃった、やべパスタにも来ちゃう、ま、もういいか、うん、すいません、あ、はい、ホットコーヒーでも入れていただいてますか、作ってます、まだだったら冷たいウーロン茶でお願いできます、はい、ここでお願いします。いや、これ辛くて美味しいですよ、はい。この後にホットコーヒーを飲む勇気なくなっちゃったけども、辛くて、でも辛くて美味しい、待て、でこれが普段食べる辛いっていうやつとはまた違った渋み深み突き刺す感じ、勢いでいかないとやべえと思ってバンバンカレー食べちゃったんですけども、あれゆっくり食べた方が良かったかなって思うくらい、後からこの辛さを体が求めてやまない感じ。ありがとうございます、いただきます。はい、すいません、ウーロン茶アイスもね、太いグラスで飲み応えありそうな、うまい、この流れでのこのウーロン茶うまい。後半はねチーズ、パルメザンチーズたっぷりかけて、菊池一つかない並みにたっぷりかけて食べていきましょうかね。カレーがこっちにも侵入してきている可能性ありますから、中和を図るという作戦でございます。うん、
になってやれと。はい、食べきりまして、もう汗だく汗だくで、ホットコーヒーは回避したんですけども、あのわかめスープが辛かったわ。これ飲むわ。あ、大丈夫だった。あれ、あ、そうなんだよね、やっぱ美味しい。本当に激辛カレーなんですけども、なんかね、ここ特有の激辛カレーといった感じで、嫌じゃないんだよな。なんだろうこの感じ。汗も気持ちよくかいてるし、今もう口の中は確かに例えば穏やかになってる。あら、じゃあ食後ホットコーヒーでもよかったじゃんってことにもなってきてますけども、うん、ごちそうさまでした。いいお店だったな。というわけで砂時計さん煮て食べてまいりましたが、本当に超絶怒涛のぶっ飛んだ大人様ランチの光景、新たな大人様ランチの光景を見せつけられた感じでございまして、これがさ、個人店の個人のお店で見ることができるっていう、このワクワク感も込みで、本当にもう記憶にも記録にも残る素晴らしすぎるメニューでございました。美味しかったですし、これはおすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかというのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、スノーベリーさんからのコメントで、まだ石原良純と仲直りしないんですか、喧嘩してないの、そも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 僕石原良純さんと喧嘩するほど、あのね、めんどくさいやつじゃない、めんどくさいやつじゃない、変ですけども、そうだから、なんて言うの、石原良純さんにまだ許してもらえてないんですか、ハイジさんがなんか粗相したことあるんですよね、で怒られちゃったんですよね、でまだ許してもらってないんですか、ならまだね、あ、ハイジがなんかひどいことしたんだなってなるかもしれませんけれども、仲直りしてないってことは、お互いがもうなんかね、バチバチで意地を張り合って、もうお互い全然寄り添おうとしない状態、こっちの人めんどくさいよね、石原良純さんとその状態になってる人、相当な我の強い人になっちゃいますから、僕それじゃないっていうか、それ言い出すと石原良純さんが我が強くて面倒みたいな言い方、変なこと、そうじゃなくて、石原良純さんとそうなっちゃう人が、あ、伝わるよね。もうこれ以上は僕も言及しない。フラットフラットさんからのコメントで、何を食べようか悩んで悩みまくって、何も注文せずに制限時間を迎える回も見てみたい、見てみたいの、これ見たい、本当に本当に見させられて、これをね、みんな怒んない。僕はね、もし自分が視聴者側で見てたら、おいおいおい、大丈夫か、大丈夫か、おい、食べないのこの人、え、何悩んでんだよ、いや、せっかく美味しそうな食べ放題来てんだから、なんか注文しようよ、もういい、何でもいい、確かにサラダバー豊富ですごいお店だけども、肉から行きたいのね、本心はね、本心は肉から行きたいかもしれないけども、サラダも食べなきゃいけないっていう気持ちもあんのね、で肉にするにしてもタレと塩、確か悩むよね、どっちから行けばいいのか、本当はタレから行きたいっていう気持ちがあるかもしれないけども、塩から行った方がなんか通の大人の感じ出るもんね、でタンから行きたいんじゃなくて、本当は本心カルビなの、本心カルビだけども、タンから行く方が通な感じするもんね、で、なな、あ、で、終わっちゃう、時間終わっちゃう、大丈夫なの、終わったみたいな回が見たいの。これね、ルール上悪いことを一切してないのに反感をめちゃくちゃ買うにはみたいな命題があったとしたら、これ答え、1個の答えだね。そしてこのチャンネルでは、京介さんという方がいつもね、コメント欄で、ハイジ大喜利劇場という題した大喜利コーナーをやってくれておりまして、今回のお題がこちら、ハイジ大喜利劇場一本グランプリお題より、おでんツンツン醤油ペロペロも忘れるくらいの悪行をハイジさんがしています、何をしていますか、ぜひボケてくださいというお題が出ておりまして、こちらの答えがですね、ひまわりおじさんさんから、ベジファーストやめやめ、いいじゃん別に、ベジファーストやめていい、まあまあいいじゃん別にというか、まあ僕もね、しょっちゅうね、今回もじゃあベジファーストの方からとか言いながらね、やめるときありますけども、このベジファーストするかどうかは個人の自由な感じしますから、いいのよ別に。で、ひまわりおじさんさんがもう一個ありまして、血液サラサラ。だからこれもさ、何も悪いことじゃないじゃん。これむしろいいことじゃん。血液サラサラに関しましては。でね、僕も納豆は朝じゃなくて夜に食べる方がいい。血液がサラサラになるんだとか言って、なんなら朝じゃないだろ納豆はみたいな説がさ、出てきてさ、夜に食べたりしますよ。で別に何の体調の違いも感じることできないけども、一応夜に食べて、
なってんのかなって、やってますけど、やりますけども、それ なんで悪いのこれが。京介さんから、波平チョキチョキ、波平チョキチョキはやばい、波平チョキチョキは本当に悪行、確かにあれはなんか日本人の最後の灯火みたいな、なんかね、みんなの心の中にあるあれがなくなったら何か大事なものが心の中から消えたみたいな感覚、確かにあるかもしれない。あれさ、もしも引っこ抜いたら、それはもう伝説の剣と同じような扱いなので、やっちゃった人がいたらもうそれは魔王を倒しに冒険出なきゃいけないくらいのあれ重いやつだから、やっちゃいけない、これはやっちゃいけないの。わやわやさんからのコメントで、伊達政宗の兜の月形に顎でなでなで、これ何、これなでなで、何のために僕もそれやんの。まあ確かにね、これは大事な場所に保管されてるはずですから、わざわざそこに行って月形のところにさ、顎こうやってなでなでして、ぴったりはまったとか言って、あ、ぴったりはまったらなんか消えた、お互い消えたみたいな、それはもう悪行よ。マナさんから、食い逃げした挙句 Google のレビューで低評価をつける、最悪だ、最悪だよ食い逃げしてんでしょ、食い逃げしてんのにそこは冷静な評価下すんでしょ、うん、食い逃げは食い逃げだけど、うん、味はそうだったもんなとか言って、 なんで書くのいちいち。そんでさ、これでもさ、一番怖いのはさ、ちゃんとお金払ってその現場でめちゃくちゃ褒めちぎった挙句すんごい低評価レビューする人一番怖い気もするけども。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン、上級会員さんからのコメントで、湿布の代わりにワンタンの皮を貼って治療をしていると、治療になんない治療になんないのよこれな。なんかさ、あの絆創膏の代わりとかならまだね、ちょっと傷口塞げるか塞げるか、ツル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 してるよ、何の傷口も塞げないよ。で、湿布の代わりね、湿布はそもそもひんやりさせて、なんかその、あ、肩がね、なんか肩こりが治ったのかなみたいなことを感じたやつだから、そこにペタってワンタン貼ってどうすんのよ。温感湿布か、温感湿布の代わりならなるか。なんか今日温めたいなっていう時にワンタン茹でてで、ペタってのっけて、いやー、熱いで、熱々でも温感どころじゃないわそれ。